はい、ではここからは二次関数の決定について勉強していきましょう。二次関数の決定、一体この二次関数はどういう式なんやっていうのを求めていくんですね。こういうふうに条件が与えられて、頂点がこれで点がこれを取るとき、さあ二次関数の式はどんなんですかみたいな、そういう二次関数の式を決定していこうねっていうのを勉強していきます。でここでやるのは一番基本中の基本の軸と頂点から二次関数を決定していこうやっていうのを勉強するんですね。でまあ、その前にまず二次関数の式っていうのの基本形をもう一度再確認しておきましょう。二次関数の式っていうのは y イコール ax2 乗足す bx 足す c で起きる、こういうのを二次関数って言ったんですね。中学でやった y イコール ax、 これは比例やった、 y イコール x 分の a、 もしくは xy イコール a、 これは反比例だったと、 y イコール ax 足す b、 これは一次関数だった、二次関数はこれっていうことなんですね。ここまで OK ですか。で二次関数の基本形はこの y イコール x2 乗足す bx 足す c やねんけども、これは式の置き方はいろんな条件によって変形できることができるんですね。例えば頂点 PQ が分かっているとき、これは何度も何度も頂点求めてきたから分かると思うけども、ここが頂点を分かるための式は平方完成をした式なんですね。つまり頂点が分かってたら逆に言うとこうやって置いたらいいじゃんと、 y イコール a 倍の括弧 x 引く p の2乗足す9と、ここが頂点を示しているんですね。これがで、この a って何やねんっていうと、この頂点を通る二次関数を考えたとき、ここの頂点 PQ を通る二次関数を考えたとき、当たり前やけどこんな二次関数かもしらんし、こんなんかもしらんし、はたまたマイナスになってこんなんかもしらん、いろいろパターン考えられるんですね。この A の値によって開き具合が変わったり正負が変わったりするから、このよく間違う人がおるんですけれども、頂点が分かっているときにこの A を忘れちゃう人もおるんですけれども、それはしっかり気をつけてくださいと、きっちり A もつけていってくれよとっていうのが大事なところですね。頂点が分かっているときはこういうふうに置くといいよと。で今回もだから使うのはこっちなんですね。でこの下に書いてる X 軸との共有点が分かっている方っていうのは、これまたあの別のところで別のテーマでやりますので、ちょっと今回は飛ばします。ただ X 軸との共有点 α0、β0 って分かっているとき、つまり図的状況でいうとこんなんですね。ここが α で これが β、 こういう X 軸との共有点が分かっているときはまた別の置き方をした方がはるかに楽になるよっていうのもあります。でもこれはまた後ほど勉強するんでね、ちょっとここでは飛ばしますと。つまりここで大事なことは二次関数の式っていうのは基本形である y イコール x に乗足す bx 足す c って置いたり、頂点が分かっているときはこう置いたり、共有点が分かっているときはこう置いたり、3パターンあるっていうことなんですね。でそれを条件によって使い分けていこうや、これに慣れていこうやっていうところなんです。で今回やるのはもうね、読んだら分かる通り頂点が分かっているんでこっちなんですね。頂点が PQ で分かっているときはさっきも言った通り、ここが PQ で分かっているから y イコール a カッコ x 引く p の2乗足す9って置くんですね。たださっきも言った通り頂点だけ分かっているんやったらこんなんかもしれないし、こんなんかもしれないし、分からんからしっかりその分からんところはきっちり a で置いとこうねと、これを忘れないようにしようねっていうところですね。またこれに近い考え方で軸が分かっているときがあります。軸っていうのは皆さんご存知の通り、この頂点を取るここのことなんですね。例えばこれ x イコール1、軸が x イコール1って分かってたらここから何が分かるかっていうと、少なくとも頂点の x 座標は1なんじゃないのっていうのは分かりますよね。だそういう時軸はちゃんと当てはめてあげようと。ただ y 座標は分かってへんから ここは分からんまま文字でいこうねということなんですね。じゃあ具体的にこれを問題見ていきましょう。1番、頂点マイナス1、3で点17を通ると、もうこれ見た時点ではーってなるんですよ。うわ頂点分かってる、頂点分かってる時これやと、頂点がマイナス1、3やからこの x のとこに、ここに、x マイナス1なんで入れてあげると。でもうこれ大丈夫やと思いますけれども、注意点はここにこれマイナスやから x 引くここにマイナス1っていう風になるんですね。だからこれ展開した x プラス1になってると、これ注意点ですね。まあ慣れないどうってことないですけれど、で y 座標はそのまま入るからこうなると。この式を置けるかどうかです。ポイントは頂点がマイナス1、3って分かってるからこの式を置けるかどうか、これが最大のポイントですね。であとはこれさえ置けたらもう点17を通るっていうのは中1の時からやってるヒントなんでね、これ x が1で y が7っていうことやから代入したら x が1で y が7っていうのをここ代入したら、計算したら a が1って分かると。だからこの置いた式ここ1に変えてもう答えが出るっていう流れですね。次2番いきましょう。軸が x イコール2で 2.04、 3マイナス5を通ると、つまりこういうふうにやって軸が x イコール2って分かってるんですね。軸が分かってるときは何が分かるかっていうと、さっきも言った通り
少なくとも頂点の X 座標は分かるんですね。で、Y 座標は分かるか Q として、この軸が X イコール2でっていうこのヒントからもうこれが置けるんですね。 Y イコール A かっこ X 引く2の2乗足す Q、 これが少なくとも置けるよと。あとはこれ 2.043-5 というふうに2個ヒントあるんですね。これ実際に2個ヒントないと解けないですよね。僕たちはここから A と Q の値を知りたい、 A と Q の値を知りたい、文字2つの値を知りたければ式が2つ必要だと。だからヒントがちゃんと2つ与えられてくれてるんですね。だから 0.04 通るから、これ代入したらこの式になるよと。 3-5 通る、これ代入したらこの式になるよと。おのおの式変形したら連立方程式の形になるんで、 1,2 を解いたら A と Q の値が出るよとっていう流れですね。はい、というここでは、軸頂点からの二次関数の決定についてやりました。ここがもうすごい一番基本となるところなんですね。だからここをしっかり押さえておきましょう。二次関数の式の基本形は y コロ x 2乗足す bx は c やったと、ね、で頂点が分かっているときはこういう置き方も OK やった。で、x 軸との共有点が分かっているときはこういう置き方も OK やったと。これをしっかり条件を見て使い分けていこうね、慣れていこうねというところやったんですね。で、今回は頂点とか軸が分かっているときっていうのはこの頂点の部分が分かるんで、こっちのヒントを使っていこうというところでした。あとはね、これをノーヒントでできるように類題見つけてしっかり練習しておきましょう。